3、2、1。これからこの紙飛行機をユース UNHCR for Refugees プロジェクトに参加している全国の学生団体につなげていきたいと思います。それでは行きます。それ難民問題についてもっと知りたい、もっといろんな人に知ってほしいという思いで2020年から本格的に始動した長崎大学の新たな学生団体です。毎週メンバーで集まって難民に関するイベントを企画したり、難民について学んでいます。 SNS やイベントを通して難民に関する情報を発信し続けています。難民が置かれている現状を広めることで、彼らのことをもっと身近に感じてほしいという思いをメンバー一人一人が抱えています。難民問題という一つの課題に、誰もが取り組める環境を作るために、今後も活動を頑張っていきたいです。私たちは同志社大学公認ボランティアサークルリングです。関西を中心にビルマ難民と在日難民の方の支援や難民問題の認知啓発活動を行っています。私たちリングは2019年度に発足し、学生という立場を意識しながら募金回収や古着回収などといった物質的支援のほかに、絵画展の開催などといった難民問題の認知啓発活動にも取り組んでいます。コロナウイルスが収束し、難民の人々が必要とする支援を受けられること、そして難民の人々が難民ではなくなる日が来ることを祈ります。私たちは関西学院大学三田キャンパスで活動する J-1 ユース KG です。日本にいながら、また学生でいながら、どのように活動すれば難民の方々を支援できるのかを考え、日々活動しています。私たちは学内でできる支援をミーティングで企画し活動しています。主に古着回収や難民料理の販売をしていて、集まった古着や料理の売り上げの一部を現地へ届け、難民支援につなげています。私たち J-1 ユース KG はこれからも学生にしかできない難民支援、学生だからできる難民支援を届けます。この活動が難民の方の笑顔や力につながることを願っています。山梨英和大学のグッドサマリタンズです。聖書の中にある良きサマリア人に習い行動する有志グループです。主に We Refugee Refugees という職を通じた難民支援を行っています。年2回大学の学生食堂で難民の故郷の料理を提供し、売上の一部を難民支援協会に寄付したり、地域の子どもたちに難民問題について興味関心を持ってもらうための手前授業を行っています。これからも食やイベントを通し、難民問題を遠い存在から身近な問題へと関心を持ってもらえるように、学内だけでなく地域にも働きかけ、山梨県に国際化を広めていきたいと思います。
Hi, I'm Maya, head of the Youth Times UNHCR project Under Horizon, a student-led organization dedicated to helping students make change in their world. Hi, I'm Romney from the United States. Horizon's goals with YouthX UNHCR are to inform the Japanese public about the ongoing refugee crisis and to provide them with means to help these people. Marina here. Horizon's dreams focus on giving people the freedom to determine their futures. Refugees, more than any other group, are in dire need of support to lead free lives. こんにちは。私たちは J-FAN ユースです。前身を UNHCR ユースとして2007年の世界難民の日に活動を始め、今年で14年目。学生にもできる、学生だからできる難民支援を続けています。日本在住の難民2世の子どもたちへの学習支援をはじめ、SNS での難民記事の発信、そして世界難民の日には J-FAN ユースオリジナルのイベントを開催しています。日々の活動を通して日本をもっと難民が暮らしやすい社会にしたい、そして僕たち自身がもっと難民の人々への理解を深めたい、これらの思いを胸にこれからも J-FAN ユースは活動を続けます。こんにちは。私たちは東京女子大学の難民支援団体ウォークウィズリフュージーズです。学びと職を通して難民問題について啓発する活動を行っています。大学において難民映画祭やシリア人留学生を招いた講演会を行ったり、西荻窪でワークショップを行ったりしています。難民問題はこうしている間にもどんどん深刻化し、私たちに多大な影響力がある問題になりつつあります。同じ地球に住む誰かが意味もなく責め立てられ、居場所を奪われるサイクルがどうかなくなりますように。学生団体 SAL は国際問題の知識を深め啓発することを活動内容として、2008年に発足した慶応義塾大学に本部を置く学生団体です。SAL にはそれぞれセンドアウト、エイド、ランという意味が込められています。難民に対してどんなイメージを抱いていますか？遠くから来た危険な人だと思っていませんか？私たちのプロジェクトでは難民問題の啓発を目的にイベント開催や動画制作を行っています。国際問題の本当の問題は、知らないまま決めつけてしまったり思い込んでしまったりすることだと思います。そこで私たちは世界に目を向け、視野を広げ、そして学んだことを発信することでより良い世界を目指していきたいと思っています。私たちは精神女子大学公認サークルのシュレットです。2002年に発足した学生団体で、今私たちができることをモットーに活動しています。勉強会、日本語ボランティア、M4R など8つのセクションに分かれて活動しています。また1年に1回世界難民の日に合わせてシュレット祭を開催しています。日常生活で触れる機会の少ない難民の方々と私たちをつなぐ架け橋を作れるよう日々活動しています。これからも大きな愛を持ってアクションを起こし続けます。はなはな SDGs です。私たちは広める、行動すると学ぶという2つの軸で、学内の SDGs の意識を高めるとともに、一人一人の行動につなげていくことを目標にしています。定期的に SDGs の勉強会や様々なイベントに参加することで、学びを深めるだけでなく、
SDGs ダンスやソングを作り文化祭で発表したり、学内のペーパーレスプロジェクトでアイデアを出したりして積極的に活動しています。 SDGs が掲げる誰一人取り残さないというスローガンはまさに難民に対して言えることだと思います。私たちの行動でより多くの人が難民問題について知り、より良い社会を築き上げていきたいです。こんにちは、学生団体ソアです。私たちは共に考え変えていくをキャッチフレーズに学校などへ行き、難民問題に関する出張授業を行っています。命の持ち物検査ワークショップとあるものないものワークショップを通じて、難民について知るだけでなく自分事として捉え、何ができるかを考えるきっかけを作っています。私たちは活動の根幹であるより良い社会づくりのために、共にこの困難を乗り越え、笑顔あふれる日常をまた取り戻せるよう願っています。ミニオンでは世界が直面する様々な問題について最前線で働いている方を講師にお招きし、ワークショップを開催しています。そこでは多様なバックグラウンドを持つ学生と社会人が集い、意見を交わすことで多角的な視点から国際問題について見識を深めています。理不尽な理由から故郷を追われ困難な状況に置かれている難民の方々は、私たちと同じ人なのに不当な扱いを受けている現状を知り、全ての人の権利を大切にしたいという思いを共有し活動しています。新型コロナウイルスが人々を分断するのではなく、遠い誰かのことを思いやるきっかけになることを祈っています。いつ何が起こるかわからない世界だからこそ、困った時にはお互いに助け合える社会を一緒に作っていきましょう。こんにちは、東京大学ユナイトです。私たちは SDGs をはじめとする国連のプライオリティに、国連機関や企業、芸術界と共同しながら文化芸術を通して取り組んでいます。私たちは協力者カミングアウトのマークを広めるエンパワープロジェクトと、若者の声のプラットフォームであるボイスオブユースジャパンを運営しています。誰一人取り残さない世界を実現したいという思いからこれらの活動を行っています。みんなが優しい気持ちで手を取り合える、笑顔あふれる未来を作っていきたいです。私たちユースサロンフロットは、大学生をはじめとする学生を中心とし、難民問題、入管問題を広く知ってもらうためのイベントの主催を行っています。入管施設に興味を持ってこなかった人、知識があまりない人にも当事者意識を持っていただけるようなイベントです。運営メンバーはすべて大学生、高校生となっており、敷居が低く誰でも参加しやすい雰囲気です。私たちの住む日本にも難民の方々が逃れてきています。まずは人ごとの問題として考えるのではなく、この問題を一緒に考える人が増えてほしいです。私たちは無国籍ネットワークユースです。さまざまな理由で国籍が持てず生活に困っている人たちが実は存在しています。そのことを自分たちで知り、また皆さんに知ってもらうことを目標に日々活動しています。多くの人に無国籍を知ってもらうため、写真展やセミナーを開催したり、海外で無国籍者と交流したり、SNS で日々情報発信をしたりしています。
私たちが無国籍の方々に寄り添い生きる力となれますように。そしてより多くの人に無国籍のことを知ってもらい、無国籍の方々も暮らしやすい社会を共に作っていけますように。私たちは難民を通じて世界につながる学習団体フェリケートです。難民の方々と出会い、同じひとときを過ごす中で五感を大切に学びを深める活動をしています。例えば、日本にいる難民の方と一緒に今日の料理を作って味わったり、エスニック料理店のような外国人のコミュニティを訪ねてみたり、最近では紛争地の現状や外国人に関する制度、収容問題などを勉強しています。まずはコロナニュースに関連する非常事態のもとで、日本に住む全ての人の暮らしが同じように守られることになっています。さらにルーツに関わらず、誰も代わりのもので共に輝いている社会を目指します。こんにちは。私たち筑波大学クローバーは、難民をはじめとする日本で暮らす外国人の方々が未来に希望を持って生活できるよう寄り添うことを目指し、日々活動しています。東日本入国管理センターでの定期的な面会活動や日本語支援、翻訳サポート、差し入れを行っています。また難民上映会や展示会などのイベントも随時開催しています。クローバーはこれからも難民に寄り添い、継続的な支援活動を行っていきます。難民を問わず、全ての人々が安心して幸せな生活を送れる企画のことを願っています。こんにちは。東北広域文化大学学生団体リーガです。僕たちは世界に広がる難民問題をより多くの人に知ってもらうために、ボードゲームを使ってアプローチをしています。ボードゲームであれば、大人から子供までどの世代の人でも難民問題に親しんでもらえるのではないかと考えたため、ボードゲームを開発しました。現在はそのボードゲームを教育現場で使ってもらえるようワークショップを開いています。このボードゲームを通して難民問題に関心を持つきっかけになってくれればいいと思います。多くの人が関心を持つことで、難民問題は今よりも解決に近づくと信じています。これからも間接的ではありますが、難民問題の解決に寄与していきたいと思います。